ジャビン、ジャビン。よしよし。で、俺はもう目がしょぼしょぼしてて。あ？あ？あれ？俺。あ？何かがおかしい。これあれだ、あの、ヒル数多いやつがね、常時表示されちゃうんだよね。で、そういう、その表示されてるやつを殺すとポイントめっちゃ入る。へぇ。あの、映ってるやつを殺すゲーム。面白そうじゃね。まあ。何これ？だってこれ俺映ってる、もしかして今。あ、違うな。味方のビットを守るゲーム。あれ？これ俺映ってる、もしかして。いや、大丈夫だよね。映ってる人は一定時間ずっと同じなんだよね。だってもうジャベリンにしたけど使えねえな。ウィトルゲット。あお。意外と面白いモードなのでは？全くの予想外だけど。まあ。やべ、変なところ。指定しちゃった。お、敵かと思った。わお。おやだな。絶対死んだだろう。味方強いよ。お前か。あーだす。俺やで。お前か。俺やで。あ、じゃあ確実に次移るわ。ない。突れなくなる。やめてくれ。俺を撃つないでくれ。あ、変わる変わる。あの、常にウォールハック状態になるから、マジで突れない。俺を撃つないでくれ。あ、撃つないで今。もうウォールハックだから、持った方がいいよ。わかった。いや。いや。いや、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 いや。そんなことはないだろ。ウォールハックで勝てるわけないだろ。勝っちゃうんだな、それが。あ、勝っちゃう。勝っちゃうんだな。勝っちゃうんだな。マジ？負けちゃうんだな。でもあれでしょ、これ。何？ハイバリューターゲットに指定されてる俺が死にすぎると、チームの、何？失点も大きくなるとかある？まさか。相手にポイントめっちゃ入る。あ、そい。うん。知らねえな。俺は戦えてハイバリューターゲットを決めたのはゲームの勝手だから仕方がない。勝てんくね？ひどくね？俺を壁越しで見るなんて最低だな。いや、そういうもんだよ。イモるわ。早く俺を解除してくれ。最低なゲームだ。キルしてる限り一生ハイバリューターゲットかな。はい。壁越しに見える僕さんに殺されるとどんな気持ちになるんだい？は？ちょっと待って、俺に撃ってくる気やん、これ。ほら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 。今めっちゃ接戦だから。わかった。え、これもしかして次もさ、維持される可能性ある？右上で大人げない武器ぶっぱなしてる人がおる。隣で今回発行気味ですね。よし、俺はもはや HVT ではない。一般兵士です。え、HVT も誰？わからん。俺？俺？絶対俺じゃん、これ。おめでとう。ああ。あかす。さすがに連投はないんだ。さすがにそれはかわいそうだ。一人は絶対殺せるぞ、これ。ちょ、それは、それはさて。これ、フラジャケ貫通するから、最強だから。仁義なき戦いだわ、それは。仁義なき。俺が死ななければ、こっちのチームは多分勝つから。今は。
俺だよ。俺だよ。撃つ味方いないから。Who are you? ハイバリューターゲッツ No, I'm not. 私は HVT じゃないよ。私ただの兵士だよ。よく知ここに持ってるから頑張ってくれ。おい、マジで、マジで動かねえ。最低ターゲットだな。お前の目の前に相手を破壊法としてる。もう相手攻めあぐねてるでしょ、これ。あ、やべ。HVT に普通に引き取られてる。え、これさ、ついに次どうなるんだ。次さすがにそっちでね。あお。ユーフンガンシップって言った今。今やばい。おい、待って、俺 HVT じゃねえ。よし。攻めさせろ。やっと俺が動ける。やべ。おわ、やべ。俺を全力で守ってくれ。守るわ。でもガンシップ出てるんで、逆に全力で守ってくれ。お、すげえすげえ。あ、HVT の俺が敵の HVT を今倒したようだ。いいじゃん。攻めるか。でもさ、自分から全力でキルしに行けないからさ、スコアがなんかもったいねえ感が否めない。うん、そのキルしてる人の定めだから。HVT キル。ちょ、誰もおらん。これいつ変わんの？わかんない。もういいんだよ。リロード。リロード。もういいって HVT じゃなくて。おち終わっちゃった。グレ。150かリミット。150なのかな？超オーバーしてるけど。俺一生ロケランで持ってたせいです。ギルが伸びない。あ、HVT 殺してるこれ。おお、あ、旗がぶっ刺さってるんだあれ。そう。なるほどね。結局このレベルマックスに行くまでのこのエフタクリーコン全くアタッチメント吟味してないのである。吟味をしていない。もう一度に、さっき言った通りのやつだもんな。一度にレベル上げきんないとなんかね、毎日あれ使うこれ使うかない。バイキングが来てやったぞー。危ない。後に続く。いや。は、マジかよ。近くにか。あ、来た。やべ。ジジイかました。あかりさま、あからさまに下手い時を、下手いシーン決めた時にジジイって言うね。いや、ちょっとね、今の反応が1秒くらいだ。次だ、次。スペツナズ派作戦が特別なだけで隊員派二等兵とかも混じってると知ってショックだった。うわ、びっくりした。作戦が特別なだけだ。そう、作戦考える。特別な作戦という作戦の名前なんだ。はい。
別にさ、今のエフタクリーポンだって全然弱かないけどさ、これが全距離2発キルになるって考えたら脅威だった、うん、なる。でも結構シビアだから、まあ撤去遠距離3発になると思う。まあ後ろにつけ、はい、でもほぼ2発。またピン近くいってるよ、最悪だ。私ピン大丈夫です。クソピン。回線弱者か。AU 光どうした。なんか上り下り800メガぐらいあったけどな。別に上り下りの速度と安定度は関係ないから。ピンは関係ねえ。危ね。え、これいないのか、いないのか。特殊作戦に特殊部隊どころか新人一般兵士が編入されてる感じらしいです。ハッキン入外ね。なんだすごいの。あ、リロードしてた。後ろについた一般兵士。ハードポイントが移動する。待機します。は？うん。もう二人いるよ。切れそう。迫撃砲をスタンバイしてるよ、俺は。もう、ない。まだだな。もうまだその時だね。まだその時だね。耐えるんです。待って、ゼロじゃね相手。ほんとだ。ここあるな、完全試合。完全試合。ワンチャンある。ワンチャンあるな。敵の UAV が稼働。リロード中だ。次のハードポイントを特定する。完全試合か？やべ、おバカ。武器チェン押しちゃった。武器チェン押しちゃってよ。な、ワッターファ。よっしゃ、完全試合目指すぞ。あ、やばい。完全試合。入れ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 。入った入った。完全試合目指すぞ、くさ。やばい。完全試合でコーリングカードが手に入んない。やべ、なんかめちゃめちゃ頭悪い方向に迫撃砲出しちゃった。後に続く。嘘やろ。いや、敵全員ゼロじゃん。敵全員点数入ってないとか。敵全員ゼロだ。いやー、おい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 。だってな、全然敵と戦ってないもんな、まず。うんうん。拠点入っていてもあんま来なかったもん。わお。衝撃のラストだわ。